はい、それではドヴォルザーク交響曲第9番、第1楽章、2回目の解説を始めていきたいと思います。前回は、助走部でしたので、今日はアレグロモルトの、24小節目からの解説となります。まず最初のピッチカートなんですけれども、これはもう簡単ですね。もう第1ポジションを A に置きまして、でその後もここで、取れますね。で、その次の、35からなんですけれども、35 の、 あのゲート D からは、まあ、あの D 線1本で押さえてもいいですし、で解放でもいいですし、あるいは両方とも押さえてというふうにやっても、いろいろな、取り方があります。そして、その次の、39からなんですけれども、この弦楽器のユニゾンがここまではまだ、大丈夫ですね。で、その後の、43からですね、43小節目からの、最初のディス、この音を最初が A なんで、でこっちで取るとちょっと、ポジションの移動がちょっと苦労します、まあ、こっちでもこっちで取って、まあ、これいう取り方で、まあ、いけなくはないんですけれども、まあ、私はどっちかというと最初の、その前の A から押さえますね。ここの、そしてその次のディスをアーセンで取るんですね。そうするとその次のフィスも同じポジションで取れます。ここまで、でこういうふうに取るとポジション の、 動く距離が、短くなって有利だと思います。そしてその後のでもいいですし、あるいはもう、D 線使ってもらってというふうに取っていただいても構いません。ここまで43からもう一度やりますね。その次のもこのこっちでも取れますし、あるいはこちらでも構いません。そして、その後ずっと進みまして、57のこちらですね。1、4、1、1、2、4、1、2と、まあ、これがいうふうに取る方がベストだと思います。そしてその次の主題ですね。まず最初は、A をまず第一ポジションで取ります。でその後の次のハ、A の、高い音に上がるところなんですけれども、ここも、解放ゲーの解放を、ゲーの解放で取りまして、その取ってる間にポジションを移してというふうにすると結構取りやすいですね。もう一回やりますね。でその次も C から D 線に移ってって思います。ここまで取ります。でその次のその後ももうそのままもう押さえたポジションで取っても構いませんし、あるいは押さえやすい、っていうふうに押さえやすいポジションで戻っていただいても構いません。で、そのままずっといきまして、その後のピッチカートもこれも大丈夫ですね。これはもう半音進行がかなり多いですので、もうここはもう普通にもうゲーセン1本で一音一音確実に取っていく方が無難だと思います。はい、ではこんなところで、今日はこんなところですね。で、かなり、ここも難しいところですね。特に弦楽器のユニゾンの
重要なポジションが、重要なポジションあるいは重要なフレーズが出てきますので、もうぜひこちらも繰り返し練習しておくようにしてください。ではまた次回。